はい、ミンゴルファイ木村です。今日は5月の6日の月曜日です。ゴールデンウィーク、いよいよね、10連休も最後ということですが、私はまあ、今日もちょっとね、仕事があったりするんですが、はい、こちら先週の結果です。6102ということです。まあね、3チップ取って15アンダーにはしてたんですけどね、まあ、やっぱしっかりとボーナスポイントを乗せないといけなかったということでね、まあそのチップインの取り方ですよね。しっかりとライジングで、ボーナスポイント伸ばしをやっての5アンダーを取っていくということができなかった結果かなということです。さあ、皆さんの結果を見ていきたいと思います。こちら先週のね、超デカカップゴールデンウィーク記念杯の皆さんのランキングとなっております。1位が全体で12位の、ゴタさんです。おめでとうございます。1アンダーすごいですね。そして、その次にね、私が来ております。そんなことないか。はい、偽物の雪村さんが2位ということですね。そして、続いて、ミスター SA さん、佐々木まなみさん。この4名の方がね、19アンダーを取っていっております。おめでとうございます。そして、18アンダーに、山本義孝さん、リリリンさん、ミトコさん、ファンキーさん、クレアさん、黒猫様さん、つかささん、剣桃太郎さん、失レンジャーさん、ズンさん、フーさん、ヒトさん、マイさん、ユズジージさんまでですね、18アンダーですね。おめでとうございます。続いて17アンダーです。アマユミさん、ダルメニスさん、アイルトンさん、タグさん、オニワソトンさん、TK タカさんまでですね。おめでとうございます。続いて16アンダーです。アダムストコさん、タクミさん、HYO さん、奥ゆかしきモゲラさん。奥ゆかしい。いいですね。和を感じますね。続いて、山本香里さん、サクさん、ユッカさん、文太郎さん、コウジさん、アさん、元バスケ部さん、タカさん、ヒロジーさん、コエリさん、ヒストリアさん、寄生の里さん、トヨさん、トシさん、ナオキさん、ヒムニーさん、ヨシオさん、シムーナさん、つくしナオトラさん、ビビさん、たまごうやさん、おやかたさん、おくねさん、ナバーロさん、ほたこさん、しん1970さん、までがね、3000以内のね、皆さんですね。続いて、私も読み上げていきます。シャオさん、ゼットファーさん、丘の上のようちゃんさん、きょうさん、つよぽんさん、りょう .ct さん、たまさん、ひめっこさん、しょこさん、たかし 100% さん、アップストーンさん、ショウさん、鉄55さん、D ジョンソンさん、ナノさん、カズくんさん、ヤマさん、リアスさん、アンさん、そして私ということになっておりましたということです。まあね、私はね、6000以来ということなんですけども、でもね、15アンダーでも3000以内にね、入ってる方もいたということで、やはりね、ボーナスポイントをしっかりとね、積み上げることができなかった結果ですね。まあ、先週12、3回ぐらいになってたのかな、結局ね。ランキングトーナメント参加できたのも。まあ、その中で、まあ、参加チップを取って満足をしてしまった自分もいたということですけどね。はい、今週は、雨季のサバンナオープンということでね。まあ、雨が降っているサバンナということですけども、多分ね、練習ホールでしっかりとね、同じ環境の練習ができるかどうかですけどね、できない可能性が高いような気がします。さあ、最初のラウンドはアクティブスキルなしでね、いつも通りやっていきたいと思います。最初はミドルホールスタートということになりました。そうですね、ここはまあ、何度かやっているコースですけども、雨だったかな。雨じゃなかったような気がするんですよね。さあ、アクティブスキルなしなので、パワーモードを使う、使わないもありますけどね。まあ、ひとまず、打ってみたいと思います。どうだ?さあ、大丈夫そうですね。なんとか越えまして、ドーンと見に行くんですね、ここはね。はい、残り147ヤード。まあ、96か97ということで、まあ、普通の雨モードですよね。そんなにこのホールは雨のことをね、多少気にするぐらいでいいのかなと思いますけども、しっかりとやっぱね、フェアウェイに残さないと、なかなかね、バーディーは取っていけないんじゃないかなと思います。ピッチングで、やっぱ届かないですね。9番アイアンで、ちょい強めに、どうだ?
そうですね。木は回避できまして、9番アイアンで木は越えましたね。そして、うん。まあまあまあ。まずまずでしょうか。残り 1.6 メーターですね。さあ、これもね、このサワンナのグリーンね、前、そんなに難しくないっていうふうに僕言ったことがあったんですけど、意外にね、落とす場所によっては難しいラインもあったりしますんでね。うん、まあなかなかコントロールしてね、2打目を打ってくって難しいんですけども、落とす場所を間違えると難しいフックラインとかスネークラインがね、待ってたりとかしますんでね、気をつけなきゃいけないかなと思います。まあ雨がね、まあ降るサバンナということなんですけど、どういう雨かですよね。まあ豪雨まであるのかどうか。まあそこをちょっとね、確認しながらやっていきたいと思います。まあ場合によってはね、雨のパターンがいろいろと変わったりする可能性もありますんでね、私のこの結果だけがそれじゃないかもしれませんが、さあセカンドホールもミドルですね。ただここは場合によってはワンオンができるホールかなと思われます。届くかどうかですね。そうですね、届きますね。届きますが、パワーモードで、しっかりと開けていきたい。ちょっと弾みます。そんなに吹いていないですね。3メーターぐらいでしょうかね。さあ、パワーモードで、マックス値で、どうだ ?97%。飛びすぎのような可能性が飛びすぎですね。はい、ガーまで行ってしまいました。今のちょっと力加減間違えました。96から 97% のところ 90% ぐらいのね感覚で今打っちゃったんですよね。大失敗です。さあ、なんとか入れてイーグルを取りたい。弱い。ね、さあどうだ。はい、セカンドホールバーディーですが、ここはイーグルを取っていかなきゃいけないコースかなと思います。さあミドルミドルですね、距離の長いミドルと、距離の短いミドル、まあ、距離短いといってもやっぱりそれなりにね、スペックのあるギアを持っていないとワンオンは難しいかもしれませんね。雨降ってますんでね。まあその辺はまあいろいろとね、練習ホールが同じ環境なものがあればね、そこで練習をしていただければなと思います。さあ最後のホール向かいます。またミドルですね。3連チャンミドルですね、ということなので、まあ今回チップインをねなかなか狙っていきにくいかもしれませんが、まあ、なんとかね4アンダー3回をね早めに取っていきたいなというような感じがしてます。ここはねワンオンできませんので、物理的スコアは4アンダーということになりますね。バーディー、イーグル、バーディーということです。この山は、ね、多分越えれると思います。どうだ?そうですね。問題なく山は越えまして、さあ、どこに落ちるか。そっちに跳ねるのか。途端にピンチですね。72% から 92% ということでね、この 20% の、力加減が難しいですね、これ。80% ぐらいと見て、どうだ ?87% か。どうだ飛びすぎだわな。そうですよね。はい。今回も飛びすぎてしまいました。やっぱね、ラフに落としちゃうと、まあなかなかね、ピンは狙っていけないという状況になっちゃいますんで。さあ、10センチ上げ。雨の10センチ上げ、どうだ入れ、うぅ、カップの左通過です。ということで、ここはこれが入ってパーか。はい、ということで、最初のトライは2アンダーということになりました。アクティブスキル使わずにね、やってきましたけども、とはいえどね、今のところ1位ですね。なかなかね、今回難しいコースになってるんじゃないかなと思います。はい、ということで、1位で、終了できましたね。チー取れました。2アンダーということなんですけどね。はい、お疲れちゃんでーす。さあ、雨対策、まあ確かに必要かなと思いますけども、ひとまず今のウェアのままね、臨んでいきたいと思います。やっぱポイントはセカンドホールで、
ワンオンできるかどうかですね。まあそこをしっかりとワンオンできれば、4アンダーは何回かね、こなせば取っていけるという感じがします。さあ、ここですね。ここで、さっき届きました。祝砲だと、うん、ですね。飛ばすだけ一回飛ばしてみたいと思います。落ちてから左にキックしますんでね、なるべく右の方を狙って行っていきたいと思います。どうだ？うん。うん。拍手が鳴らない。拍手が鳴らない。うわ、右に跳ねるのか、ここ。ああ、止まっちゃうのね、カラーで。なるほど。ファーストカットで止まってしまいました。さあ、ここね、どうしましょうかね。霊峰を2回ですけども、セカンドホールで使いたい。最後のホールでも使いたい。ラフからなので、まあ、今回ね、使わずに行きたいと思います。アクティブスキル温存です。風もないですからね。マックス打ちで、どうだ？ 92%。うん、まあ、まずまずじゃないでしょうかね。まずまずだと思います。ちょっと飛びすぎですけども。とにかくね、セミラフだろうとラフだろうとね、ラフに入れてしまうと力加減がほんと難しいですからね。さあ、このフックライン。12センチ上げ。どうだ？うわ。入って欲しかったな。ということでね、出だしからつまずいてしまいました。パー発進ということです。そうですね。やっぱりラフに入れちゃダメです。セミラフでもね、ラフはラフですからね。まあ今のは完全に1打目のミスですね。はい、よろしくです。そういえばね、以前加藤さんからですね、コメントをいただいてましたね。雪村さんもお城好きですが、私もお城好きということでね、お城だけの動画を作ってみたらどうですかというようなコメントをそういえば以前いただいてたんですけどね。ちょっとね、お城もね、何箇所かあの後行ってるところもありましてね、まあそういった動画をね、作ってみるのもね、まあ、いいかどうかちょっとよくわからないんですけどね、まあ、やってみてもいいのかなってちょっと思ってますんで、またね、お楽しみにしていただければなと思います。さあ、霊峰ですね。届くかどうかです。どうだ？ここでね、届かないとなると、あ、届きますね。大丈夫そうですね。うん。はい、今 97% ということで、まあ、霊峰のマックス打ちで、ピンまでは届いていませんので、アルバトロスはまあ取れませんけども、しっかりここでイーグルを取りたい。今度はスライスの下り。どうだ？よし、今度は入りましたね。よし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 。そうですね、まあ、ここは、まあ、ピンの位置がひょっとしたら、もう少し手前のピンがあれば、アルバトロスも狙えるかもしれませんね。最初のホールでブレを確認し、ここで、アルバトロス狙いと。いうことでね、まあ、選手のデカカップのようには、まあ、簡単にはチップイン取れませんけどね。狙うなら、このセカンドホールのアルバトロス、かなというふうに、まあ、ちょっと思ってます。まあ、最後のホールもね、イーグルを狙っていけないことはないんでしょうけど、さあ、お城ですね。お城だけの YouTube の動画。やってる方は見えますけどね。ゆきまチャンネルでやるべきかどうかっていうのはちょっと今考えところではありますがね。まあ一応やってみて、あまりにも評価が悪い場合はですね、まあやめようかなと思いますけどもね。さあ、最後のホールでバーディーを取って3アンダーでね、終わりたいなと思います。今のところね、大雨はないですね。大雨が来る場合もあるのかなと思ったんですが、今のところないです。さあ、祝砲だと、まあ、どうですかね。ちょい弱めの祝砲のドライバーかな、と思います。気持ち弱め。気持ち弱めで、どうだ？これでなるべくね、フェアウェイの平らなところに、ね、止めたいんですけども、どん、どん、どん。まあ、拍手鳴ってますね。止まりますね。この辺でね。ああ、ギリギリですね。まあ、あと2、3メーター転がったら、セミラフまでね、行っちゃいましたけど。はい、いいですね。まあ、計算通りです。さあ、ここでね、霊峰で、ベタピンにつけたいです。さあ、慎重に、ホーミングできます。
ちょっと左足下がりなんですよね。そこもちょっと考えながら、どうだ？飛びすぎか。飛びすぎましたね。まあ、角度はね、今のはちょっとつま先下がりだったんでね、難しかったんですけども、まずまずかなということです。はい。ということで、2回目のね、挑戦は3アンダーということになりました。お疲れ様といただきましたんでね。お疲れ様です。はい、今のところ1位ですね。今回も1位で呼ばれそうですかね。いやー、しかしゴールデンクあっという間でしたね。皆さんね、どこに行かれましたか？またね、コメントで教えていただけると嬉しいです。私もね、ちょこちょこ行ったんですけどね。またそれは動画の中でね、報告できたらなと思います。さあ、2回目もね、1位で終了です。はい、スカちゃんです。ということで、本日2回やりましたけどね、2アンダー、3アンダーということで、物理的スコアは取れませんでしたけど、まずはね、12アンダーに、トータル12アンダーに早く持っていって、そこからですよね。まあ、ワンチップないと3000以内っていうことは今週はないと思いますんでね。まあ、12アンダーでもボーナスポイント次第では3000以内に入っていけるかなと思います。そしてワンチップで1000以内っていう可能性もあるということでね、何度してもチップを取っていきたいなと思います。ではでは今週もね、楽しんでやっていきましょう。ご視聴ありがとうございました。いくらでした。